あ、こっちにどんぐりカップね。これどんぐりカップのローマアバンティ、DK マウンテン、デイジーサーキット、パックン神殿。この4つから順番飛ばないから投げて。頼むぞ。おい、なんちゃバカバカバカ。な、こいつらバカだね。え、どんぐり、どんぐり知ってるみんな、どんぐり。どんぐりご存知でない。でも虹引いたらそっちに行こう。虹引いたらそっちのカップ行こう。よし。バカしかいなくて笑う。言いたい放題だな。はい、皆さん、こんにちは、フンソンです。ということで、来ました、第6弾。新コース限定プレゼン、どんぐりカップ編、やっていきましょう。もうね、今、時刻、夜の10時ですよ。まあ、追加されてから、まあ、12時間ちょうど経ったわけですけど、私はもう9時間ほど、レインボールドのタイムアタックだけしかしてないんで、もうほとんど、新コース、まあ、1回ずつしか走ってません。なんで、まあ、新鮮な気持ちでね、この新コース、遊んでいけたらと思ってるんですけど、噂によるとね、なんかね、アイテムボックスの仕様が変わって、なんかアイテムボックスがまあ出やすくなった、あの、復活が早くなったっていうのはあるらしいんですけど、なんと停止したら、なんかアイテムが腐る。なんかアイテム腐るらしいんだよね。ちょっと、出し場乗っちゃったから見えないんだけど、ちょ、一回止まるわ。普通に、まあ今まで通りにこのスタートが出るじゃないですか。よく打開で使ってた、停止してアイテムをね、ガチャ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 、いいの引くまで回すっていうね、行動ができなくなったらしい。てかこれミニマップのさ、キャラクターの縁取りも変わってない？あんな縁取られたっけ？なんか白く縁取られてる気がする。でも停止して、この交換してたら？え、出るな。あれか。2個までだったら普通に、強アイテムが出るっぽいね。だから3個以上、交換していったら、なんかアイテムがね、腐ってなんかしょうもないアイテム。最下位なのにバナナ出るみたいな。そんな事件が起きるらしいんで、打開がかなり弱体化されたらしいです。弱体化されたっつってなるとめっちゃ打開してるわ。やばい。しかもデイジーサーキット、Wii からありますけど、このコース打開できません。まずいです。負ける。普通に優勝したい。普通に優勝してるのに負けそう。これ交換できるように調整する。普通にこんぐらい止まったりするのはいけるらしいですけど、かなりね、アイテムが渋くなってるらしいから、どうなるんだろうね。これからが楽しみなとこでもあります。いきなり、待て、これ、相手、あれがバグってるかアイテム。弱くね。なんでこんな弱い。最下位誰だよ。俺こんな遊んでんのに。全然ついてきてね。やべえ、マジで何事もなく11取っちゃう。ここ使っちゃって。回線押しか ?3 段減らしてくんね。あれだよな、ガチャガチャする回数が減ったってことは、3段の確率もね、抽選確率も減ってるってことだから。打開本当に、何事もなくこんな感じで終わっちゃうな。さあ、2コース目、ローマアバンティ。都市コースね。まあ、今回もツアーから、まあ、3コース。まあ、パックシーンでは都市コースじゃないか。まあ、ツアーから3コース来ましたけど、ツアーコース、複雑すぎるわ。一回走っただけじゃね、マジで、わからん。さっきのデイジーサーキット、アイテムテーブル見せたいがためにふざけすぎて、マジで、何の取り柄もない、何の、ね、取り高もないね、レース見しちゃったんで、今回はしっかり前張っていこうかなと。こういう時にさ、7位で割ったら弱いから、後ろ下がっていいアイテム引こうってなっても引けないんだよね。え、打開苦しいな。俺勘違いしてたのがね、これなんか7位で割りたくないから止まって9位まで待ちますっていうので、打開したら、全然打開できるじゃんって思ったんだけど、それ、ボックスまで止まってても、バナナとか出ちゃうらしくて、9位で。そうなると結構ね、注意がやっぱ苦しいですよね。前にガンガン行くか、後ろしっかり下がっておくか。本当にそういう二択になってしまう。どっちだ？道わからん、マジ道わからん。矢印やめて、その方向。一回ぐるっと回るのね。赤コーラ投げさせてもろて、一人潰して。で、分岐か？ここ分岐。いや、スター引きたいけど、これ、後ろ下がれないもんな。もうガンガン本当に前に行かなきゃいけないゲームだったから、タイムアタック、全然好きでやってこなかった人間なんですけど、好きでやってこなかった人間、かっこ今日9時からやってる人間なんですけど、これはもうタイムアタック、ね、しっかりマリオカート勝ちたい人は、やんなきゃいけなそうですね。やべえ、このまま負けそう。どっちこれ道？こっち曲がって、今誰かさ、あっち行かなかった？誰か逆走したよな。この噴泉とかめっちゃいい。テレサ、何持ってきてくれる？あんまいいの持ってこなそうだけど、木野さんはナイス。サンダー降ってくれたら嬉しいんだけど、ここジャンバクトにいる。1個でいいからもらっといて、そのクラクション残りが食らっちまった。まずい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 、パックン。待って、これ本当に注意きついな。やばい。思ったより前へ逃げた。このアップデ環境。凍結引かれそう、危ない、クロスした。ここ変なところでジャンバクトに出た。何に食らった？チョロボン邪魔すぎる。おーい、何なんとこチョロボンいんの。まずいまずいまずい、ちょっと待って。今日の動画、ボツか。ボツですわ、これ。7点。
7点です。ファンキーのこのクラクションの音、よくね。なんか汚いんだよな。俺の下痢の時の音です。行きましょう。DK マウンテンめっちゃ良かったんだよな。一回だけね、走ったんですけど。見て、これ火山マジで好き。ここの景色も最高なんだけど、この火山のね、質感見てください。めっちゃ良くない？めっちゃ火山じゃない？レインボールド9時間やりすぎて頭がおかしくなってます。頭回ってません。気づいてる方も多いと思いますけど、全然頭が回っておりません。ね、ここね、一応ね、崖飛び越えにすく。うわぁ、でかっ！でかいね、君。デラックスでデラックスなってんで、それ。しっかり崖越えショートカット残ってますんでね、決めていきたいところなんですけど、ま、何回攻撃すんねん！もうかなりね、カーブが急になって、重量級ね、かなり決めるのが難しいんですけど、まあ、しっかり角度つければいけると。VS 切れるのまたない。ちょ、被弾すぎ、被弾すぎ。なにこれなにこれ一応ね、ファンキーコングね、骨クッパとかワリオとかと、同じスピード性能らしいですね。もしかしてなんか無敵時間パックンフラワーみたいな感じで、あいつだけ特殊なね、アイテムテーブルじゃないわ。キャラクターのプールで、性能変わってるかもしれませんけど、基本的にはワリオとね、骨クッパと一緒ということで。ちょっと、マジ結構これボツだ。これボツですかもしれ、ボツかもしれません。今これ見てるってことは、まあ、ボスになってないってことなんですけど、奇跡です。逆に皆さん誇ってください。ふんさんのあの伝説のクソしょうもないレースが詰まった動画見てます。あれ見ました。これ最後に見切った人はすごいです。最後に見てる人のために、ここはしっかり1回でも1位を取らないといけない。そう、使命に今駆られてる。これ強くない？これキラー優秀だな。DK マウンテンキラー持ってたら、しかもこ、いや、短いな。キラーで勝手に崖越えしてくれるのは優秀である。めっちゃ来てる。めっちゃ詰まってるわ。使っとこうか。エイト持ってたんで使っちゃって。キンキの裏、キノさん強い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 。ファンキーのね、ジャンバクションのね、サーフボード持ってる。あれ結構、ね、新しいモーションで入ってると思うんですけど。これ好きなんだよ。横ジャンバクションかな。あ、これこれこれ。あ、違うか。なんか水バシャーンってやるやつあるんだよな。それが、なかなか好きなんだけど、出してくんねえわ。おい、取れ高頑張って作ってくれ。俺が振ってるんだから、サーフボード出してくれ。もう取れ高を求めてるんだ、俺は。やばい、もうまた中途半端な7位、7位、まずい。アイテム、あー、1個しか取れない。もうこれ、これサムネするわ。もうこれ崖越えサムネします。はい、サムネ、はい、サムネ、はい、サムネです、ここ。オッケー、みんな下ってる。お前、ちゃんと練習しないと、お前ら。ちょ、待って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 。止まれ！あ、止まれ、お前ら！おい！止まってくれ！まずいよ。超しょうもない動画じゃん、これ。何これ ?12 点 !11 位なんだけど。キノピーチ可愛くない？行きましょう、パックン神殿。ウツボでっか。キノピーチ結構可愛いよな。ね、キノピーチなんかね、可愛いなって言ったら、使ってみたら声がね、めっちゃ低くて。なんでこんな声低いんって言ったら、なんかキノピオのね、変化したバージョンだし。俺、キノピオに対して可愛い。なあ、これ、すごい、俺、ショートカット今生み出した。すごくない今。適当に飛んだら、いい感じに、ショートカットできました。皆さん使ってください。もっと速い処理あると思うけど。1位に赤投げて、パックン神殿もなかなかね、ブームにいた。なかなかすっごいね、景色がね、広がってたんで、ここね。この海すごくない？奥まで広がって。ここダブル欲しい。取って、ね、こっから海に入っちゃうと。めちゃめちゃね、好きな見た目してるんですけど、でもコースがいかんせんわからん。どこに行けばいいかわからん。こっち行って、ショートカットとかもね、全然まだ把握しきれてないですよね。一回しか走ってない関係上。なんで、この、今、レース中にショートカット発見していきたい。解けないです？なんか、上ルートとかなんか分岐するとこあった気がするんだよな。ここかな？この次かな？この上、どっか上に乗れた気がするんだよな。ダブル取っときましょう。ダブル取っといて。あれ、まだ分岐じゃないか。長えな。こっち左ね。ここかな？あ、ここだった。いけなかった。上ルートもやりますと。まあ、でも、下ルートの方が早そうではある。隅消しといて。ダブルじゃなくて1個でいいや。1個だけ取っときつつ。1どこ 1?1 早いな。あ、そのミドルコーラ食いたくないな。避けとくか。アウト走っといて。後ろに来てる。結構近いな。いやー、それ当たられるのか。まあ、リカバリーキノコ。ダブル取りに行っといて。被弾したくない。キノさん強っ。ウツボすんごいよ。それウツボ攻撃してこないよね。ほら、ショートカっぽい。ショートカっぽい。オッケー、発見した。早いんじゃないこのショートカ。1位全然いない。どこ行った ?1 位誰 ?3 位ナイス？東京のね。いや、3位で回避しとる。3
3位で回避しちゃダメだ。俺1位取れると思ったのに。後ろからも来てるよ、引かれないように。昨日でオン、ショートカットしていきたいけど、ここもインコースいて、ワンチャン、ワンチャン最後に取れたか。上切る、いけないんかーい。それまああれだわ、1回走った時もあったわ、最悪。そこいけないんかい。上行ける顔してたじゃん。1位取れそうだったじゃん今。最後ぐらい1位取らしてよ。また8位だ、ダメだこりゃ。はい、ということで4レースどんぐりカップ、17点で終わりです。こんなことになるなんて思ってませんでした。はい、ということで、次のねレインボールである方は自信あるんで任せてください。高評価ください、お願いします。バイ。